どうも、ハチッコ TV チャンネルのゆうきです。さあ、本日はですね、やってきましたね。マジでやべえよ、ダムチ、やべえよ、ダムチ。こちら、3種類買ってきました。こちらね、木村拓哉さんが CM でおなじみのダブルチーズバーガー、もう待ちに待った。ちょっと CM がね、早かったんで、もういつなんだと、早く食べたいみたいなね、ところがあったわけですよ。早速、これもね、全種類食べていきましょう。まずどれからいこうかな。まずちょっと、ハミダブチ。ハミダブチいきましょう。ハミダブチ。人気のダブルチーズバーガーの2枚のコクのある旨味が特徴のチェダーチーズはそのまま美味しく焼き上げられた、つなぎの入っていない2枚のジューシーなビーフパティは、ダブルチーズバーガーの 1.3 倍以上のバンズからはみ出るサイズの大きさにしました。バンズからはみ出すビーフパティだからこそ味わえる、真っ先に飛び込んでくるビーフの旨味とクリーミーなチェダーチーズが相性抜群で、新たなダブルチーズバーガーの一面を楽しめますとなっております。早速開けてみましょう。うまそう。やばいってこれ。うわー、じゃあ早速いただきたいと思います。うん。うまい。やってますわ、これ。うまっ。はみ出ちゃってるもんだって。おいしい。あ、うまい。いや、最高。ダブルチーズバーガーで人気あるわけですね。うまっ。やべえぜ。ダブチ。続いていきますか。これですかね。からダブチ。ちなみにですね、ここに。僕らカップラーメン動画とかやってるんですけど、よくあるやつがここに、ね、出てます。辛みに弱い方はご注意ください。相当辛いんでしょうね。辛ダブチ、ハバネロの刺激的な辛さとチェダーチーズ特有の濃厚でコクのある味わいが楽しめる特製スパイシーチーズと爽やかさと辛みが癖になるハラペーニョスライスが加わった刺激的な辛さがたまらない新しいダブルチーズバーガーの味わいをお楽しみください。ハラペーニョ入ってんの？もう辛いじゃん。もう辛いじゃん。やべえぜ、ダブチ。早速開けていきましょう。俺マック動画で激辛企画やんの？こんな感じ。あ、チーズいい感じに赤い。ちょっと見てみますね。これかな。やだ。ちょっと待って。激辛企画ここでやんの？じゃ早速ね、いただきます。うん、うん、おいしい。うん、あ、辛いな。結構くるぞ。あ、辛いな。あ、結構きますよ、これ。おいしいです。結構ね、ピリピリくる感じ。マックのハンバーガーってこういう感じの辛さのあんまなかったんで、新鮮でおいしいですね。最後の一口です。スパイシー。あー、おー、どの動画を見てくれる方だと分かったと思います。そこまで確かにピリピリはきます。本当にね、辛いの苦手な方はあれかと思うんですが、まあ、確かに爽やかな感じの辛さですね。これもぜひね、食べてみてください。さあ最後、トリプルチーズバーガー。2017年の初登場以来人気を博しているトリプルチーズバーガー、その名もトリッチで再登場。香ばしく焼き上げたつなぎの入っていない 100% ビーフパティが3枚入った魅惑のトリプルビーフパティに、コクのあるチェダーチーズを3枚サンド。ダブルチーズバーガーの美味しさに、さらにビーフパティとチェダーチーズを1枚ずつ加えた食べ応え十分な一品ですと。もうね、あー、こちら断面がもうこのまずいわけがない。いただきます。うん、噛み応え半端な。おいしい。うめえ。まずかこれ。やるやんって感じの食べ応えもね、こうしっかりとある素晴らしい、こうワイルドな感じね。おいしい。ラスト一口です。半端だね。うまい。口に入れただけでうまいよね。うまい。これいいわ。いや、どれもね、魅力的ですね。美味しい3種類っていうのがありがたいね。
やーいい、素晴らしいですね。ぜひね、期間限定なので、お早めに食べてみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。